こんばんは、チキンブローザイドル、あかりみかんです。オレンジジュースを飲んだ後、ボリューム110始めたいと思います。あってる。ワンツースリー、フォー。あかりみかんの、オレンジジュースを飲んだ後、サイズもあるよ。 こんばんはチキンブローザイドルあかりみかんです。今日は久しぶりに声がガサガサでお送りしたいと思います。皆さん夏を楽しんでますか？あかりみかん夏が似合うランキング上位だと <laughs> 適当に言ってる思うんですけど、えっとえっと夏はですね、なんかしてかな。夏 <laughs>。 でも、6月にオフ会で花火をしましたね。<laughs> 海行きたいね、海。海を見たいな。なんか夏、どんな夏を過ごしたいかっていう質問をされたら、あの、海の近い家か、海に近い家か、あの、山の中、まあ、そんなに上の方じゃないけど、丘の上ぐらいの <laughs> 山の、 上ぐらいいのあの家でで夏の間過ごしたいですね朝起きて海を見たいそう海なし県出身なんで朝起きて海を見たいですねそして朝起きて街を上から見たいっていうね山の上の場合まあそれじゃなくても木、ね、陰朝起きて木陰とかで座ってたいですね虫とかは平気なんでね そうちょっと怖いのだけが帰りがその間ライブ行くとしたらちょっとライブの帰りちょっと怖いなっていうのだけが山のところはネックですねそうなんかバーベキューオフ会をしたんですけどマックドックのバーベキューオフ会をしたんですけどその時行った青梅のさ川沿いのとことかでもいいないいですねちょっと朝起きて川沿いとか 歩きたいですね。<laughs> 石を探したい。丸い石をあの。石投げ石投げそう。石投げルコちゃんが1位でみかんが2位だったんですよ。残念。あの石投げお。おも上手くないとううまかったな。ルコちゃん。<laughs> 私ちっちゃい頃にね。あのよく川に行ってたんでやってたかな？ たまにやってたかなって感じですね。なんか学童とかでも毎年あの川にキャンプしに行ってたんですよ。そう。キャンプっていうのがあって毎年川に行くみたい。その時に冷や麦ってものを知りましたね。冷や麦。そうめんじゃないやつ。そうめんじゃない麺を知りました。<laughs> あとその時にめちゃくちゃ冷たくて川の水が寒冷ジーマシンっていうものを知りました。<laughs> あれ最近出ないですね。ちっちゃい頃はよく、なんか雨に当たっただけでも出て、ジンマシンが寒いと、そう、寒いと出るジンマシンがあるんですけど、それがよく出てました。これは何だみたいな。アレルギーかと思ってたんですけど、寒冷ジンマシンでしたね。そう、カニパンを食べた時に出たから、カニパンアレルギーかなとか、<laughs> 適当に言ってたんですけど、だからパインアレルギーだと思って、そのキャンプの時に、なんかパインを食べてから川に入ったんで、あれ、パインアレルギーなのかもしれないみたいな。 なりました、ね、一時期だから一時期パインを食べれないみたいな時期がありました「あアレルギーかもしれないから」って <laughs> 言ってあの全然食べなかった好きでしたけどねフルーツはそうなんですよそんな思い出の夏あとなんかないかなでもやっぱりおじいちゃんちにいる夏結構好きでしたねそう朝起きて 中庭があるんですけどちっちゃい中庭を見てあ光がさしてるなみたいなあ鳥がいるなみたいなだるの結構好きでした <laughs> あの普段家だと布団を家族でこう並べないんですけどおじいちゃん家だとこう並べられるからなんか新鮮な感じでね寝てましたねそう楽しかったなおじいちゃん家の夏もすごい 暑かった記憶あります。目の前川なんですよ。そう。それこそ目の前川で恋にこうパンをあげたり。あと、人気の人気のない道をスーパーまでこう。1人で歩いたりするのが結構好きでした。皆さんどんな夏を過ごしたいとかありますかね？まあ、もうちょっとあと夏まあ、あと夏ちょっとあるんでね。<laughs> あの笑、ま、もう私のちょっとあの？ 海沿いの家とか山の上の家とかはちょっとまだ今年はちょっと諦めるんですけど <laughs> あのちょっと手軽に夏を楽しむと私昔は家の中にあのブルーシートを敷いてあの,あのプールをね水張ってねちっちゃいお子様用プール水張って一人で遊んでた時あります。遊んでた 日がありますね <laughs> だからまだあるんですよ子供用プールとでっかいブルーシート 7, メー,トル7メートルぐらいのブルーシートが家にあるっていうそうどうしようかなと思ってずっとなんかベランダの箱の中に入れてますね <laughs> えっとあとまだ夏を楽しむとしたらそう浴衣が着たいですね浴衣明かりみかんの浴衣見たいでしょうそう浴衣が着たいですね <laughs> でも髪の毛切っちゃったからちょっと似合わないかもしんないな浴衣あと何かあるかなあと夏をまあ、釣りは行きたいんですけど、まあ、釣りは行きたい最近ずっと思ってんで、ね、釣りが行きたいってだからもうそろそろ第2回目釣りあるかもしんないです <laughs> あと夏は。 夏、夏、夏といえば、お祭りか。お祭りはでもほぼ終わっちゃったか。お祭りはほぼ終わっちゃったから、諦めるか。<laughs> 諦めるか。まあまあまあ、アイスを食べたりしてんで夏は謳歌してるかなと思っております。<laughs> では皆さん、楽しい夏ライフを。 ありがとうございました。おやすみなさい。いい夢見てね。浴衣、はい、を着ました。どうですか？今日はちょっと可愛い,い感じにしてみました。黄色と緑可愛い,い。<laughs> 時間のオレンジジュースを飲んだ後でした。